先週の火曜日がうちの神さんの誕生日でさ、それんで、ラジオ帰って、で、お前誕生日だななんつって。ね、で、おやつって。んで,で、火曜の夜に誕生日なんだ飯食い行くみたいな話になって、で、ちょっと色々やぼよがあるから、じゃあ夜、その、えっと、飯食い行くところで、 あの、どねで、新宿あたりのによく、あの、まだ食べられるものが落ちてる道があるから、そこ <laughs> そ、そこを俺、あのー、満喫しとくよ、つって,ってね。ね、その周りに、いろいろ他のね、えー、猛者が入れないように、ね、その周りのところにお札をいっぱい貼ってさ、<laughs> って。 お前のせっかく誕生日だろなんつって。ね。お前だってね、あのー、落ちてから数秒のものは食べたいだろなんつって。で、他の奴が一回吟味して、二度落ちた奴は嫌だろうからさ、なんつって。でそこが亭主として立派なとこだよね。で、じゃあ、ってうんで、あの、神さんとじゃあ夜待ち合わせね、つって、俺は家出て。で、ちょっといろいろ仕事とかがあったりしたんだけど、したらね。まあまあ、この時間に話すかちょっとわかりにくい話になるんだけどさ。 なんかさ、腹が立つもの自分の嫌いなものとか嫌なものっていうのの中に、えー、こういうの嫌だな、イライラするな、こういう人嫌いだな、こういう人イライラするなっていうものの全てではないんだけど、中に、えーっと、俺もそういうとこがあるもしくは、うっかりするとそうなりかねないから嫌っていうことって、うん、あるような気がして。で、そういうものほど強烈に嫌いになっていくかな、みたいな。なんかね、 池袋のちょっと路地裏みたいところをいて、俺が行きつけの L サイズ専門店に、のすぐそばの路地裏みたいところに、久々みたいなこういうタイプの活動してる人と思ったのが、あの、足首までズボンを下ろして、おちんちんを出して、<laughs> えー、人を威嚇してる活動中の人がいて、で、で、道行く人とかに、 大声でなんか言ってるんですよ。多分、お酒を召し上がってるのかな昼間からっていう感じなんですけどね。で、それ自体は、あーあ、って普通は思うんです。僕は、ああ、あーあ,あ、あって思うぐらいです。ね、でいて、まあその人が直接周りにいる人に危害を加えてるような状態になってくると、またちょっと対応も違いますけど、まあ、ああ、ああっていう感じだったんですね。で、ちょっと周りに、 あのー、学生とか行って、ちょっと,ちと、遠巻き距離を取りながらみたいな関係の中に、その人が言ってるのが、ベルトがないから、ズボンが落ちたのであって、えっ、ー、と、これ仕方がないと。自分がチンチンを出そうとしてる。まあ、意味を要約しますとね。えっ、ー、と、チンチンを出そうと思って出してるんじゃないから、おまわりさんとかが来ても俺を捕まえることはできない。 できないんだっていう話をすごいして、すごい鬼の首を取ったような顔をしてるわけ。ね。なんかそれがちょっと嫌なんだよね。なんかその、要するに自分とかが足りない知識で物を言って、そのドヤ顔をしてしまうことがある性格だから、そうならないようにならないようにってやっぱ思ってはいるわけですよ。結果そうなっても、なってることはあるんだろうという恐怖と共に。ね。なんかそれがその日の俺の、ちょっとこう、その、 イラつき加減みたいなのも含めて嫌で嫌でしょうがなくて、どうすればいいだろうと思って。別に無視していくとか。で、かといって、ま、その、警察に言いに行くのも誰かがもう言いに行ってんだろうなってう感じもしたんで、どうしようかなと思って、でもあまりに苛立つから、そうだと思って、俺ちょうどさ、デブ特有のベルトでさ、あれですね、穴が開いてるんじゃなくて、引っ張ったとこで止まるバックルのベルトあじゃん。それをしてたわけ。 ほで、もエルサイド専門店がすぐ横にあるのもう知ってるから、もうその場でそのベルトを抜いて、やるよ、つって。ね。もう、大変だな、と。そのベルトなくなったの、ないんじゃしょうがないよな、なんつって。で、ベルトやるよ、つって。ね。で、これで大丈夫だよな、っていうのを、まあ、ちょっと威嚇するトーンになったかもしれませんけど、言、言って。そしたらなんかその人、もう困ったような顔をして、そのベルトをして、ベルトがあ、あれば、大丈夫だ、つって、おちんちんしまって。 俺よりおちちでかかったね。別それはいいんだけど。<laughs> ね。で、そういうことがありましたと。で、その後、エルサイド専門店に行ったら、<laughs> 休みでやん <laughs>、ね、その <laughs>、<laughs> 急にベルトが手に入らなくなったわけ。 ほいで、そのうちの神さんにこう電話して、ちょっと悪いんだけど、その待ち合わせする時にベルトを持ってきてほしいっていうことになるわけ。で、うちの神さんがしてみたらさ、え、何ってなるじゃんね。なんでっていう。え、その出先でベルトがなくなるってことって何なのっていうんだけど、それはもう話すとすごく長くなると。<laughs> ね、話すともう、もうややっこしいから、もういいからベルトを持ってきてくれっていうことになって。で、それなりに神さんが雑誌で見たっていう、それなりの、 こう、お店みたいなところで、まずベルトをするところから、<laughs> <laughs> なんか、あのス、スタートっていう。でまあ、これ自体はもうこれで話はふわっと終わりなんですけど、何なのかね、なんかわかんないけど、この感じ、この感じは何に分類したらいい感情なのかがもう全然わかんないんですけど、そんなですよ、あの、芸能人夫妻の、芸能人夫妻のお誕生日っていうのは、そういう、そういうもんなんです。 一丁に光る深夜のバカ力。